7月入っていきなりの大雨。おかげで昨日は涼しかったのに、明けて今日はほかほか亭です。33度ですね。もうげんなりした。ただ今ちょっと曇ってきたんで助かった。日が出たらおしまいです。はい。ただ昨日涼しかったおかげで今日はそんなだるくないね。やっぱな、夜の気温が高いと寝てる間に疲れるねんな。だからしんどかってんな、最近気づいたわ。だから今日もあれや、スタミナのつくものを食べに行きましょう。うなぎやな、そういうのがあったやん。うなぎやな、やっぱり王道やで。関西ではうなぎのことをマムシと言います。ビーホーシダス、ランナー待ちでした。そや、体力つくものといえばマラソン。いや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 、うなぎでしょやっぱりね。うなぎ、お肉もいいけどさ、ホルモンとかもいいけどさ、やっぱうなぎ食べんとだ。道路に線路があるということは路面電車で、大阪市内で路面電車があるところは南の方の住吉区です。うなぎと言ったけど、どこも高いから安いの探したらこの住吉区にやってまいりました。あ、あれやな、車両が。よいしょ。住吉区はね、自転車いじりを始めると通うことになりますな。上村パーツサイクルがあるからね。あとはお参りの住吉大社に正月行くぐらいやと思うけど。あー、ガトン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 、風情がありますな。その住吉大社の近くになんか安いうなぎ屋発見しました。行ってみましょうか。はい。まあ、安いのにつってね、松屋とか吉野家のうな丼、あれはなんかスーパーの食うやつとあんま変わらんから、ちょっと風情がなさすぎるんで、ちゃんとしたうなぎ屋で安いところね。うなぎの口になっとるからな、そんな得意じゃないけどな。山盛りは食われへんが、一切れぐらいならいけるぞ。そうや、そんな得意じゃない。あんなもうタレご飯やん、ほぼタレご飯やからな。あー、すごい並んでる。あれすごいよね。あそこあそこあそこ、絶対そうやって並んでるやん、すごいやん。あそこです、かなり年季の入ったところ、出雲やってたところ。並んどったな、このところ並んでるばっかりやな。まあ日曜のお昼なんで仕方がないといえば仕方ない。並びうなぎですか。どら焼きやもん。マムシ。いけるか。いけるかな。まだ入れる。じゃあいいですけど。はい。これの八の。キモス200でいっちゃうか。よし。行きましょう。うまそう。うまい。食べ歩きするためにはちょっと控えめにしてんな。800円であれやったらさ、すごい気も水もうまかった。味満足。あれ休みか。休みじゃないよね、開いてる。あ、アイスどら焼きやって。これ結構すんだ。ほう、あ、硬いんだな。結構違う気がする。どら焼き、普通のどら焼きってどこにあるんですか。真ん中にある。西洋館に行ったり新の会心になってございます。一つ欲しいんですけど、はい、すぐ食べる分で、はい、あ、3日か、はい、1円、はい、あ、こっちこっち。あ、そのままで食べ歩きで買い。はい。230、ありがとうございます。トマト。
けどね。503円開始です。ありがとうございます。50個すげえな。これ1個しか無理だった。レタブか。50個。ドラえもん50個。ドラえもんでも買うてんのかな。いただきます。うん。ふんわりふわふわ。うなぎうまかったな、あれ。思ったより、予想よりうまかった。あれで1000円ならいいわ。もう一回行きたけど、結構待ったけどな。ちょっと日曜日だったからね。40分ぐらいか。開店前並びで、まあ1時間ぐらいね。1時間ぐらい見といた方がいいです。いや、行く価値あります。美味しかったです。なんせ1000円だからね。800円であれだったらそう。今の時800円でうなぎなんか食べられへんで。ちょっと暑いんで商店街に逃げよう。暑い。自転車を押してください。自転車を押してくださいと誰も物を取らん。誰一人押してへん。あんまりにも暑いんでスーパーに避難してくる。これやろ、やっぱり。暑い時にやっぱりシャビーかサクレのレモンが一番いい。大変残念ながら朝からロケをやっておりますが、電池が切れました、はい、私の電池が切れました。限界です。帰りましょう。無理してもしたない。帰りましょう。しんどいです、はい、あの日の当たるところに出たくないんですけど、走らんと帰られへん。暑っ。いや、もう一回スーパー寄ってようかな。さっき寄ったばっかりやけど、ライフは冷房が結構効いてます、はい、どこが効いてないかな、紅葉があんま効いてなかったよ。よいいといい。ぬるぬるやった紅葉。ライフは結構効いてるな。うなぎを食べたおかげがなんとか駅で帰ってこれました。あれ食べなかったらもうやばかったな。今日行った住吉大社前の出雲屋、大変美味しかったですし、お値頃価格です。上村パーツサイクルにお寄りの際は寄ってみてはどうでしょうか。ほなまた。いや、待ってるうちにな、自転車乗り5人ぐらい来とった。結構有名やねんね。